Hello everyone and welcome back to my channel. 皆さん、こんにちは。ラブです。えー、今日はですね、予告通りに行っていたら、あの、スキンケアの、スキンケアルーティーンの動画にしようと思っていたんですけれども、ちょっと編集に時間がかかっていまして、えー、これの次に出せたらいいなと思っています。ほんとすいません。なので、その前に、えー、注文してやってきた、こちら、アイハブの動画を先にお届けしたいと思いますので、興味ある方はぜひこのまま見てください。 はい。では早速なんですけども、今回はですね、えー、っと、2個立品,品で1個姉に、姉に頼まれたものを買ったんで、ちょっと姉のものだけ先に、このトワイニングスのピュアカモミールの方ですね、このハーブティーのこれ大きいやつ、えー、50ティーバグス入っているものなんだけど、私はね、ハーブティーとか大好きで、ハーブも大好きなんだけど、どうしてもね、カモミール、 だけがあんまり飲めなくて、うん昔に一回二回買ったことあるけど、カモミールバニラとかなんかそういうやつ、うん。やっぱりね、あまり好きではなくて、なんか寝れない人用にはね、よく勧められるハーブなんだけど、もう昔からね。だから挑戦しては見たんだけれど、めちゃめちゃ可愛いお花なんだけれども、私はあの香りがね、香り大好きだけど、その分苦手な香りもすごく分かっちゃうので、あの、 ちょうど実家でね、母親にも言ってて、母親になんでって言われてたんだけど、私はね、畳、新しい畳の匂いとか、磯の香りとか <laughs>、がちょっと苦手なのよね。パクチーとか大好きなのにね。<laughs> はい。では、次なんですけども、次が、えっと、もう、ささっと行くもんだけ先にやりますね。これ、リピ品、私の大好きなものなんだけど、実はちょっと大変なことになってて、これ、 ファローね、反対向けてます。なぜかというと、穴が開いてやってきてしまって、もう箱の中ね、結構ファローが散らばってます。だからこれはちょっとすぐに返金、あの、依頼してして、あの、返金いただきました。これね、毎回思うんだけど、これで、えー、穀類が、あの、こぼれてたのは2回目なんだけれども、前回はもうどうしようかなと思って、 まだこんなにアイハーブが流行っていない時だったんだけれど。まあ、洗うから使えるかなと思ったりしたけども、本当に安全なのかなっていろいろ考えて、結局前のやつは、あの、処分しちゃったんだけどもね、ファロー好きすぎてどうしようかなって。<laughs> 皆さんだったらどうしますか洗って食べますかそれとも処分しますかで、えー、っとね、あ、リピ品もう一個あった。 あの、うわ、結構これ分離してるな。いつものピーナッツバターです。あの、砂糖がついえ添加されていないやつなんだけど、これね、ものによってここまでサラッサラの時とは、あの、全然このオイルがない時とあるんだけど、うん。まあ、混ぜて使います。っていうかこれ本当にすっごい、 シャバシャバだな。大丈夫かなはい。次がですね。これね、以前にも一回買ったことあるのかどうか、ちょっとわかんないんだけど、パッケージが違うので、もう違うのかもしれないし、もう覚えていないんですけども、もう何年も何年も前の話だから、新しく買いました。こちら、Equal Exchange と書いてる、る多分これがメーカーの名前だとは思うんだけど、カナダからのやつで、えー、オーガニックのダークホットチョコレートになります。これ、パウダーね、なんだけど、 あの、ここのやつはいろいろね、えっと、フレーバーが他にもあってちょっと覚えられないので読みますが、チリとシナモンっていうやつと、ダークとこちらのダークチョコレート、そしてホットココアとメープルココアという5つあります。その中の私はダークホットチョコレートにしています。確かね、ホットココアと何が違うかというと、ホットココアの方はもうすでにこのパウダーの中に、えっと、 ミルクのパウダーが入っているので、お湯を入れるだけ、お湯を入れて混ぜるだけでいいんだけど、これは、あのー、カカオのパウダーと、えっと、砂糖キビオーガニックの砂糖キビが入っているだけなので、えー、ミルクをね、温めたミルクで割るっていう感じです。うん。なので、私はこっちの方にしました。はい。なんかね、この間、えー、先月かに、 出てた、スタバのね、ウィップとじゃなくて、あー忘れちゃった。あ、ムースト、ムースとチョコレート。スムースムース、スムース、ムースとチョコレートだっけなんかそんなやつのチョコレートドリンクが出てたのよ、ホットとアイス。それを飲んで、 まあめっちゃ美味しいと思って、久しぶりにまた、まちょっと肌寒くなってきたので、あのココアとか、そういうホットチョコレート系飲みたいなと思って、でもまあ糖分取りすぎたりするから、このダークチョコレートを買いました。まちょっと糖分入ってるけどね、砂糖キビのやつ。うん。でもまあいいかなと。こちらの方は飲んでみたい。まだ開けてないのよ。で、昔にも、このもっと縦のね、円柱の えー、ホットチョコレートみたいなパウダーを買ってたのね。そしたら、もう何年も何年も、それは私はあの、えー、ホット、チョコレートとして使わなくて、オートミールにミルクで、えー、と、炊いた、ミルクとお湯半分半分で炊いたオートミールに、これとピーナッツバターを入れて混ぜて食べるっていうのね、多分、 昔に YouTube で動画出してると思うんだけれど、それで使ってたんだけど、まあ、一人で一缶開けるのって相当時間がかかってて、あまりにも時間がかかったので、あの、まあ、ちょっと残ってたんだけど、そちらを処分してしまいました。だからこれ新しく買ったんだけど、うん。あの時はね、なんか中にチョコレートの塊も入ってたのよね。それが入ってたら多分同じメーカーなんだと思うけど、ちょっと開けてみよう。どうせもうすぐ飲むだろうし。 すごいきっちりとうん、うん、こんな感じチョコ入ってない、はあ、いい匂い私が本当にこんなにチョコレート好きな人間になるとはね昔は本当に苦手だったのになんかチョコレート入ってなさそうだな塊はねなのでやっぱり違うメーカーだったのかなはいこれはまた美味しかったらおすすめしたいと思いますはいまだちょっと飲んでないので そして、えー、最後二つがですね、スキンケアになるんですけども、あのー、次回に私が出すスキンケアルーティーンには、おそらくまだ入らないです。あのー、そんな使ってないので、私この今回来たやつは一回ずつだけは使ってみたんだけど、まだそのルーティーンの中には組み込んでいないので、えー、次の動画には入らないんですけれども、またよかったら、あの、お知らせは、 後日しようと思っています。はい。で、一つ目がですね、えっと、こちら、ヒーローっていうのかしらのレスキューバームという、確か韓国のやつだとは思うんですけれど、あの、インスタ、インスタで見てた、えー、アメリカ人なのかなの女の人が、あの、まあ、私ぐらいの年代の人で、えー、ニキビとか吹き出物出た時に、えー、使うといいやつっていうアイテムね、二つぐらい紹介していた中の一つで、 あの、私みたいにこうできたら、あなあまりにも、あの、レディーな感じのやつはポンって潰しちゃって、その潰した後とか、赤くなった炎症を起こしたやつに塗ると、すごい治りが早いって言っていたので、ちょっといいかなと、こちらを買ってみました。えっとね、サイズはこのぐらい、10センチちょいぐらいなんだけど、こういう使いやすい、 あの、ノズルがついててですね、柔らかめの白いクリームが出てきます。これを、もうほんと柔らかいので、これちゃちゃっちゃっと、あの、幹部にね、乗せるっていう感じだとは思うんだけど、ここら辺とかはちょっと、あの、グレーちょもう赤くはないんだけど、後になってたので、そこら辺に塗ってみました。 まだ全然わかんないんだけど、一回しか使っていないので、今度ね、新しく、もし、まあ、もうすぐできると思うので、できて潰した後に、潰した後にってあんまり潰しちゃダメだけど、そこに塗って様子を見てみたいと思います。これ、香りとか、全然わかんない <laughs>。で、こちらがですね、パンテノールとベータグルカンとオリゴペプチドが配合をされていて、そういう炎症を起こした後、 の回復のスピードアップを図るらしくて、あの、乾燥とかにもいいらしい。で、冬になるとこう、粉を吹いてくるような人もこれを塗ったりしてもいいって書いているので、ちょっとこれからいいかなと思っています。はい。そしてもうこちらはめちゃめちゃ有名で、私も全然なん,なんで買ってなかったのかなって思ってたんだけど、あの、こちらね、アドバンストクリニカルスのレチノールセラムになります。 前回かな前々回かな私はここのボディクリームを初めて買ってみて、まあそちらがまあなかなか、まあ塗りたては白くなっちゃうんだけど、香りもいいし、まあちょっと経つとちゃんとすぐに透明になるので、それをちょっと毎晩のように使っていて、まあここのアドバンスクリニックロスのものもいいかなと。 で、ずっと上位に上がっていたので、このレチノールがね、で、これを買ってみました。前は、私は、え、アイハーブで、ずっと人気があった、ライフフローっていうところの、レチノールのクリームを使ってみてたことはあるんですけれども、もうあれ、全然ね、ちょっとずつ、綿棒の先とかで取って、ちょっとずつしか使わなかったので、ものすごい余ってたんだけど、あれ、そこまで長い間、 消費期限っていうのがあるわけじゃなさそうだったので、ずっと冷蔵庫には入れてたんだけれども、さすがに何年も経ったらやばいかなと思って、新しいレチノールを、あのー、買おうと思ったんだけど、そのクリームをまた買うと同じことになりそうなので、<laughs> えー、まあ、その時に見た、こちらね、まあ、有名っていうか人気があったので、こちらの方を購入してみました。で、こちらがね、皆さん言っている通り、あのー、こんなスポイト、 上の容器なんだけど、まあ見てわかる通り、ドロドロの乳液みたいなものなので、まあ一応ね、こう押すと出てくるんだけど、この周りにもついてて取り出しにくくて、こう、かこう、取り手にね、こう出した後にこう戻すときに、この縁につくと、ベロンって外に出ちゃうっていうので、使いにくいって書かれている方が多かったです。はい。 まあだから、そーっとね、出し入れするって感じ。で、香りはね、なんだろう、あの洗顔剤とかに <laughs> ありがちな、ちょっと爽やかな柑橘っぽい匂いがします。うん、あの、悪くはないです。うん。で、えー、っと、こちらはアロエベラとか、あの、グリーンティーエクストラクトとか、あと、グリセリンとか入っているので、このお肌の、 あの、だろう、レチノールって結構きつめで、あの、炎症を起こした、炎症じゃないな、えー、A、反応みたいなものを起こしやすいので、えー、あの、肌を落ち着かせるような成分も入っています。あの、保湿とかね、乾燥したりとか、赤みが出たりとか、痒くなったりピリッてしたりっていういろんな反応、まあ人によって違うんですけれども、ただね、私これ一回この間使ってみたけれど、 全然痛くなかったです。洗顔後、あの、水分をね、ちゃんと取って、乾いた肌に使うんですけれど、うん、私大丈夫でした。ちょっとずつ。この、吹き出物が出ているようなところ、あとこのいつもの市民ところだけにしか塗ってないんだけど、でもね、なんか読んだら、説明とか、あの、えー、アイハブのやつを読んだらね、この、 顔全体に塗って、さらにこういうシミが気になるところとかには重ね付けみたいな感じでもいいらしい。そうするとちょっと、あどんな反応が出るかわかんないけれど、あのーこ、1回目は大丈夫だったんで、ちょっと次回はそれをやってみようかなと思っています。これでちょっと良くなったらいいんだけど、でもね、昨日、そうそう、昨日のバンナナよ、これ1回目使ったのが。で、その、寝る前、 数時間前に使って、寝る前にもう一回ね、鏡を見てみたら、なんとなくね、なんか、プンプンって <laughs> してるように見えたんだけど、気のせいなのかしら。そんな早くにわかんないよね。うん。まあ、ちょっと使ってですね、この小じわとか、このいつものバコってしてるやつとか、ちょっと変わるといいなと思います。 今日現在はですね、あの、またスキンケアの動画でたくさん私の肌についてはお話しする予定なんだけれど、今日はまだね、調子いい方です。うん。ここの後はまだちょっとあるけど、全体的に見た目はまだいい方かな。うん。まあそんな感じです。もうね、毎日違う感じの肌の調子なので、もう手はもう、 超ボロボロで、もう、板が良くて、悲しいです。もうパッサパサだし。うん。もう爪はね、かきむしちゃ、かきむしっちゃうからね、深爪になるようなぐらい、もう今切ってるから、もう悲しいのよ。もう全然ネイルできないから。本当だったら。まあ、あのね、ジェルネイルとか、すごい、2年前だっけあれやってたの。すっごい楽しかったから、もう一回やりたいなと思うんだけど、もう当分、やれないです。 悲しすぎる。もうね、荒れすぎてグレーになってきたよ、もう肌がね。うん。はい、そんな感じで、えー、今日はこれだけです。アイハブはね。うん。本当に最近よくセールやるし、あのー、なんか、芸能人とかが、あのー、何何買ったかみたいな説明する、お気に入りかを説明する動画とか上がった時は、大体いいサイト全体の20%から22%オフとか、 やっているので、あの、大きなセールがね、ないときは、そういうときを狙って私は買っています。はい。そんな感じで、この、こぼれたファローをもう捨てようと思います。はい。では最後まで見ていただいて、本当にありがとうございます。ちょっとスキンケアのルディの方はもう少々お待ちください。Alright. Thank you so much for watching till the end and I'll see you next time. Bye.